次のニュースです。今日未明、水戸幕の住宅街で、鎧兜を身につけ、刀を持った、緑色の男がうろついているとの通報があり、駆けつけた警察官によって、男は、逮捕されました。逮捕された男は、住所不定、自称侍の、ビクトさん容疑者で、